蹴破られた城の壁、7万ゴールド。何これ、こんなん取った？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。んで、なんか呼ばれとったんやっけ。こちらです。はい、あの前回3つのクエストをね、報告完了したんよね。地下室はこちらです。地下室に向かい寄ったんやった。お、地下室に入れるようになった。ここ入れんのかなって言ったとこよね、私が前。地下室なんや、ここ。詳しくは知らないんですが、この先は流獄の迷宮と呼ばれていたようです。流獄。お願いします。こちらを進んだ先に鉄道の大旗があるはずです。あ、そっかそっか、そうよ、やっぱり旗やんって言ったやつやね。こちらを進んだ先に鉄道の大旗があるはずです。よろしくお願いします。でっかい旗を立てるんやな、ここに、拠点に。ここ流玉の迷宮とか言ったけど大丈夫なの？帰ってこれになったりせん？お、なんかマヤおるよ。なになに？この絵なんだろう？この絵？ちょ待って、何か起こりそうな気がしなくもない。どこかしら？どこかにあるはずだブー。これやろ。どう見てもいかにもな感じやん。鉄道の大橋。大橋じゃない。大旗。竜の鉄道カンパニーのマークが描かれた大きな旗。かつては象徴として掲げられていたが、カンパニーの衰退により地下室に保管されていた。これでゲットやね、旗。ミュミュー。これが鉄道の大旗？あんたたちの瞳の色みたいに青いのね。ブー。これはこれでクールだブー。それじゃあトマソンに私に。何？あれ？他にも何か入ってるぜ。石板に見えるけど、お宝か？石板？またなんか時空行き来したりする？めっちゃ輝いとるやん。この石板はもしかして、ちょっと読んでみるわね。目がつぶれそう。竜の尾、育成の宝に紛れ、大地のいずこかに眠る。この石板の情報は、7つの流石の一つ、尾の流石？そうみたいだブ。この石板にはどうやら7つの流石が書かれてるようだブ。でもさっきの情報だけじゃ正確なありかがわからないブ。そうね。だけど7つの流石に関わる石板がこの迷宮にあることは覚えておきましょう。そのうち重要になってくるんか。迷宮の石板1、尾の流石について書かれた不思議な石板。竜の尾、育成の宝に紛れ、大地のいずこかに眠る。全然はっきりしてくれんやん。どこやねんって感じよね。面白そうなの見つけたんだ。ちょっとこっちに来てくれよ。あ、さっきの壁の絵。これもきっとその竜のなんちゃらかんちゃらってことやね。何かしらこの絵。それに関する絵じゃないの？大空の羅針盤。宝島への道しるべ。なんか進めるためのヒントやったりする？あ、これさ、あれじゃない？この右下の青いやつ、さっきのやつの形じゃないん？あの竜の親っけ。大空の羅針盤ってなんだろう？みゅー。大空の羅針盤というのは聞いたことないけど、この絵には7つの流石も描かれているわね。うん、そうよね。読んでみるわね。何か文字も書かれているから、あたいが読んでみるわ。角は巨人の角が示し、瞳は古代獣の瞳が映す。牙は試練の牙が砕き、翼は死した王の翼となって羽ばたく。尾は雪隠れの尾となりて、爪は疾風の爪を研ぎ澄ます。そして心は、神王の心に眠る。何言ってんだか全くわかんねえや。へえ、竜の体の部分の形になってるのか。なんだか面白そうな石だな。それに宝島ってのも気になるね。お宝がたくさんありそうでワクワクするぜ。みょーん。この迷宮はまだまだ情報がありそう。また後で来ることになりそうね。なんで迷宮なんやろ。ここでもう終わりやろ。行き止まりやないん。さあ、鉄道の大旗をトマソンさんに私に戻るわよ。
ねえ、ま、ん？ここは何？宝の匂いがプンプンする。なんだか不気味な扉だ。今進むのはやめておこう。絶対物語の終盤に進むことになるんや、あそこ。ねえ、そんな感じがするよ。なるほどね。ここで行き止まりじゃないんや。先もあるけど、とりあえず今は進めん場所ってことやね。お、平和の音楽に戻った。安心する。さあ、旗を持ってきたよ。どうぞ。鉄道のお旗を持ってきてくださったのですね。ビルダーズみたいに実際に旗を持ってこう走り回ることはないんよね。鉄道のお旗をトモソンに渡しますか。はい、無しょー、ありがとうございます。それではこちらはお預かりしておきます。さて、皆さんにお見せしたいものが。ちょっとこちらに来てください。ん、無しょー、なになに。世界の中心ともいえる本社の駅が完全に治りました。やったぜ。なるほど。壊れとった時はどういう状態やったん。列車で周囲の島々に行けるようになった。あ、なるほど、道が開通したってことですが、これは最初の一歩です。この世界にはまだたくさんの駅があります。幸いファスカル島の他の4つの島にある支店の駅は動いていることを確認しました。ただその他の駅は動力が途絶え動かなくなっていることでしょう。ん、とりあえず4つ行ける場所があるってこと。え、4つって言った。世界中の駅を復旧し我が社の復興を助けてくだされば幸いです。でも結構行く場所ありそうな感じかな。これで冒険できる場所が広がったな。世界中のお宝を探しに行こうぜ。それもいいけど7つの隆石のことも忘れないでほしいブー。まあまあまあ、そこもね。お待ちください。この世界のお宝を狙うのはあなた方だけではありません。知ってるよ。とりあえず2つね、なんとか団、シルフの国と、あ、シルフの国とギンギーラ空賊団だけでなく多くのライバルたちが宝を狙っています。そんなにおるんや。へえ、すごいな。本当にワンピースって感じ。ここにいる皆さんだけですと少し分が悪そうですな。とりあえず仲間を集めろって。だね。少しライバルが強力だブ。僕たちも同じくらい人手がいるのかも。まあ、こんだけじゃねえ。実はあたいに考えた作戦があるの。あんたたちモンスターを仲間にできるでしょ。シルフのお宝ハンターたちはモンスターたちとチームでお宝探しをするんだって聞いたわ。ならあたいたちもライバルに負けないようなでっかいチーム団を作ればいいのよ。よっしゃ。まだ作られてなかった。ミューシャにしては名案だブ。第三勢力ってわけだな。よし、俺たちの団を結成するんだな。それじゃあ団の名前を決めようぜ。どんな名前がいいかな。まあそこはね、神馬屋団。そこは私のチャンネルを見ている人はわかるであろう。全然この出てくるキャラクターには関係ないけど、どこだよ。いつも通り、私は私の名前をつける。自己主張が激しい感じで。で、ダウンは漢字にできるんか。どうやって漢字にするんこれ。あ、普通に出てくる感じ？はい、これで。オッケーイ。それじゃあ俺たちは今からアユナ団だ。えい。おお。で、あれよね、まだここの、なんていうん、ここの建物が綺麗になったとかいうわけではないよね。俺たちの団の本部だ。いいか、この大地のお宝は全部俺たちがいただくぜ。みんなでお宝を手に入れるぞ。束ねる団長が可愛すぎるやろ。ね、ちっちゃい兄弟がまとめる。何のマークなんやろあれ。神とマヤは自分たちの団アイナ団を結成した。お宝を集めるなら宝物庫がいるわね。本部が用意するって言ってた宝物庫はどうなったのかしら。見に行きましょう。
あの建物の正面入ったところ。あそこが宝物庫ってめちゃくちゃ目立つと思うんやけどな。ね、ここやろ。扉もないしさ、綺麗な。何あれ、待ってたブ。あれゲットしたやつか。宝物庫が綺麗になったブ。これで見つけたお宝をどんどんしまっていけるブ。しまうっていうか展示しとる感がすごいけど。宝物庫が解放された。それと預かっておいたお宝は鑑定しといたブ。鑑定はトンブーがしてくれるの。なんか怖いな。初めて見る。目ん玉がない。え、めっちゃやん。スライムジュエル。スライムの仲間たちに好まれるというモンスターの名前を冠した宝石。ほら鑑定価格やばくない？32万ゴールド？そんないくんこれ。やったぜ。蹴破られた城の壁。7万ゴールド。何これ、こんなん取った？何回か修理された跡がある蹴破られたサントハイム城の壁。壁とか取ってきた私。こんな風に見つけたお宝は全てこの宝物庫にしまっておくブ。たくさんお宝を集めればお宝ハンターの団として大きくなって、もっとお宝探しがはかどるようになると思うんだブ。台座があったからお宝を飾っておいたけど、自分の好きなように変えてくれていいブ。ほうほう、レイアウトもできるのね。あとはお宝探しに出発するだけね。駅に行って列車に乗りましょう。覚えとくといいわ。マイトレジャーを飾ろう。お気に入りのお宝をマイトレジャーとして宝物庫の台座に飾ってみよう。マイトレジャーとして台座に飾ったお宝は団の仲間が時々磨いてくれる。大切に磨かれたお宝は価値がアップするぞ。へえ、マジで。さらに上がるんや金額。すげえ。宝物庫の台座を調べるとマイトレジャーの変更や詳細の確認ができるぞ。お気に入りのお宝の価値を高めて君だけのマイトレジャーにしよう。なるほど、いっぱい飾れるとかいうわけじゃなくて、ここに1個だけ飾れるって感じなんか。へえ、なるほどね。あれよね、仲間にできるやつはもう全員仲間にしたんよねきっと。あ、あとシモーヌだけや。あとシモーヌだけやわ。なんか小麦がないんや。マヤはどこに行ったの？なんかいなくなったんですけど。あれ、おらんやんマジで。ここからはカミューで冒険って感じ。あ、じゃあ私出発するね。各地の動かない駅を復旧すればその駅やひとっ飛びとなるので便利です。皆さんのお力で世界中の駅を復旧し、我が社の復興を助けてくだされば幸いです。ふんふん。あれおるやん。めっちゃ普通におるやん。よし、兄貴来たな。さあお宝探しに出かけようぜ。お、なんだ。まだ仲間も少ないし、神とマヤのどっちかはここに残った方がいいブ。あ、マジで。そうね。本部が襲われたらたまったもんじゃないものね。兄貴と一緒に冒険できると思ったのにな。あ、一緒に行って切り替えながらとかでもないんや。兄貴と俺どっちが冒険出る？後で交代もできるぜ。え、じゃあマヤで行く。普通に私が女の子キャラが好きなので。よし、俺が行くんだな。気が向いたら兄貴と変わるから心配すんなよ。俺の出番だ。注目。操作キャラクターの交代。本部にいる神かマヤに話しかけると操作できるキャラクターを交代できるぞ。好きなキャラクターで冒険しよう。ブブ。それから僕たちもお宝探しに協力させてもらうブ。にゃん。実はあたいたち特別な力があるの。探せそうなお宝のことを占えるのよ。占い？列車に乗るときに見つかりそうなお宝のことを占ってあげるから感謝しなさい。列車に乗る時点で。じゃ、7つの流石を探しつつ世界中のお宝をザクザク手に入れようぜ。まずは50万ゴールド分のお宝を集めることを目指してみるか。まあ、でもあのスライムジュエルやっけ、あれで32万とかやったら50万ゴールドぐらいあっという間に来そうやねん。ってことで出発。